30代男性。会社員の方。私は5年ほど前から仮想通貨投資をしているのですが、以降に勝てません。今年こそは仮想通貨で1億円稼ぎたいと考えているのですが、何かいい策はありませんでしたでしょうか会いません。働いてください。どうも、ドクター・アインシュタインの女子の織の由紀です。でも、仮想通貨といえば、つい最近、イギリスのエリザベス女王が亡くなったんですけど、そのエリザベス女王にちなんだ仮想通貨がパ8 0 0 0だから何倍だ ?280 倍かなそれくらい価格が上がったっていう話なんですけど、 もし、あなたが、そういった仮想通貨に投資できたら、1億円くらい稼ぐのなんて簡単じゃないですか。要は、ちょっとその話をしたいと思います。本題に入る前に僕から一つお願いがあるので聞いてください。仮想通貨で、本気で結果を出したいのであれば、情報の鮮度が命なんですよ。もし今後稼げる情報を受け取りたい場合、動画ですと。どうしても情報が古くなっちゃうじゃないですか。なので、最新の情報をいち早く受け取りたかったら、動画概要欄のドクターアインシュタイン公式ラインに必ず登録しておいてください。公式ラインでは、 仮想通貨の抽選企画や NFT のミント券を配っていたりと、ドクター・アインシュタインだからできる特別な企画を配信しています、はい。参加するのは完全無料なので、必ず登録しておいた方がいいと思います。この瞬間があなたの収益を築き上げるターミンのポイントになってくるので、ちゃんとやってください。では本店に入ります。じゃあ本題なんですけど、イギリスって上司権の国家で、エリザベス2世っていうこの96歳のおばあちゃんがかじ取りをしたんですね。このおばあちゃん、実はめちゃくちゃ有能で、70年女王やってるんですよ。 試験国家は歴史上たくさんあったんですけど、最も長い間国家空主として国を動かしてて、国民にも人気があって、在位中確か支持率90%くらいあった時期もあったんじゃないかな。で、このエリザベス女王が、つい最近9月8日から96歳で亡くなっちゃったんですよ。そのタイミングで、エリザベス女王関連の仮想通貨とか NFT がバンバン作られてて、今話題になってるって感じですね。知能が公表されてから数時間で、40以上のトークが開発されてて、 デックススクリーナーっていうサイトで確認できるんですけど、今のところこういったコインが発売されてます。だいたいイサリアムか BNB のチェーンで作られてますね。中でも流動性が高いのがセイブザクイーンとクイーンエリザベス犬で、それぞれ70万ドルと20万ドルの取引量が処理されてます。今、この動画作ってる時点で、クイーンエリザベス犬の方が280倍くらい上がってました。名前はふざけてるんですけどね、これ買いましたって、人はうまく売り抜けてください。あと、オープンシーの方でも、 リットクイーンエリザベスっていうプロジェクトが立ち上がってて、こんな感じで520のエリザベス女王の跡が販売されてます。こっちはまだコレクターに振り向いてもらえなかったみたいで、0.061歳、1万円ちょっとくらいにしかなってないみたいです。こっちはしばらく持ってたら上がっていくかもしれないですね。興味がある方は買ってみてください。結果報告お待ちしてます。まあ、このエリザベス女王関連の仮想通貨なんですけど、結局はミームコインといって、用途がないんですよ。だから今は話題性で価格上がってますけど、 そんなになら続きはしないんじゃないかなと思ってます。でも、いち早くこういった情報に気づいてうまく変えた人っていうのは結構儲かるんじゃないですかね。このアイシュタインのチャンネルでは、いち早く仮想通貨に関する情報を届けたいと思っているので、チャンネル登録と LINE の友達追加はやっといてください。特に LINE の方が情報早いんで絶対登録しておいた方がいいと思います。最後に宣伝なんですけど、今、アイシュタインの仮想通貨ラボが全力で推しているのが、このインフィニティエンジェルっていうプロジェクトで、韓国のブロックチェーンゲームなんですけど、 結構クオリティ高くて同じ予想そうです。はい。実際に、ここの上、ね、が前にやってたステップウォッチっていうプロジェクトがあるんですけど、そこそこ成功してて、今回はそれ以上に上本気なんで期待していいんじゃないかと思います。詳しくは前に動画上げてるんで、こちらを見てください。では、今回は以上です。